ばんは。今はトマトを食べています。そう、ブリトーというものをね食べたんですけど、でもなんか食べたいなーってなって冷蔵庫にトマトがあったので、明日もお話し会でね、夜までね、ほぼ夜まで、夜までなので腐らないために今食べています。そう、乗せたインスタ、ついさっきインスタ載せました。ご覧くだされ。このトマト美味しい。熊本県産。なんかトマトって当たり外れ大きいじゃないですか。これは当たりのトマトです。そうですよ、インスタ載せましたね。で、そう、メールを送るんですけど、メールをね、メールを送ってから配信しようかと思ったけど遅くなるのでもう始めちゃいました。いちごじゃないです、トマトです。圧倒的にミニトマト派。大きいトマトよりミニトマト派です。メルマだかなって送るのでお待ちを。トマトは野菜の中でも割と結構好きな方。やばい、メール用の写真通りにしよう。あ、間違った。何もつけずに食べるんやね。え、逆にトマトに何かつけるんですか。さ、トマト、え、トマトは何もつけない。
なんかそのサラダの上にトマトが乗っとるとかやったらあのドレッシングでもちろん食べるけど、トマトはトマト単体です。苦手な人はつけるけど、でもさトマト全然そのままで好きなので。何もつけんくていける。いける派です。なんかトマトって嫌いな野菜ランキングに入るじゃないですか、あの子供じゃなくてもなんか結構好き嫌い分かれるタイプ。なんか人参、トマト、ピーマンとかってなんか嫌われ、なんか好き嫌い分かれる野菜やけど、結構でもサラダなんかちっちゃい頃からずっと好き。トマトは嫌いって思ったこと、あでもあったかいトマトは嫌い。やけどトマトスープとかは好きじゃない。多分さあったかい野菜とかがあんま好きじゃないんですよ基本。人参も好きやけど、あったかい人参は苦手。みたいな感じ。スケさん、朝香さんめっちゃ可愛い人、ありがとうございます。ゆちゃん、つのさん、バラ、のみみずさん、いとちゃん、ぽぽさん、ギータさん、スマイルさん、ありがとうございます。そう、なんかトマトジュースとか、なんかトマトはもうそのまま単体トマトしか食べません。トマトのつけ麺とかある。へえ、トマトジュース嫌いって同じですね。あ、ピザは、あ、ピザのなんかマルゲリータとかはいけるよ。けどなんかソースとしてかかってる分にはいいけど、丸ごと入ってるとかやったらちょっと無理かも。何？ガスパチョ？わからん。なんかそんなおしゃれな。あ、でもトマトラーメンは食べれる。なんか福岡にトマトラーメンが330円で食べれるとこがあって、学生限定で。それを高校生の頃結構行ってたんですよ、そのトマトラーメン屋さん。330円で食べれるんですよ。安いんですよ。だけそれでトマトラーメン食べに行きよったけど、そこの、分からん、そこのトマトラーメンしか食べたことないけん分からんけど、そこのトマトラーメンはめっちゃ美味しかった。今はメールを送っています。あと10分。トマトラーメン、ラーメン食べないって言ってなかったっけ。食べないっていうか食べたことない、そのちゃんとした普通のラーメンを。それはあるよ、あのトマトラーメン、辛麺、汁なし担々麺とかあるけど、もう俗に言うラーメン好きの人が食べるようなラーメンはいつ食べたっけ。あれの時食べた、なんか山賊ありちゃんとそらはさんと池田と行った時に、何ラーメンやっけ、塩は食べたことあるけど、徳島ラーメンもちゃんとしたラーメンじゃない、あれもなんかあれもめっちゃ辛いやつにしたんですよ。だけどさ、普通のラーメンほんと食べたことないんですよね。
福岡にね住んでいたのに元祖の福岡のラーメンを食べたことがないっていう、豚骨ラーメンとかも食べたことがないっていうね。福岡だからって絶対に食べるっていうわけではないんです。ちゃんとしたのなんかの普通にあの世の中の人が俗に言うラーメンを食べたことがない。そのなんか麺っていうものがつくものは食べたことあるけどね。そう、辛麺、汁なし担々麺、つけ麺あるっけ、あ、つけ麺、ちっちゃい頃苦手で全然そう食べてなくて、あのちっちゃい時苦手で食べてなかったけん、まあそんなラーメンってね食べようって思わん限り食べる機会がなくてっていう感じ食べたことないっていう感じ。でも豚骨ラーメンはどうでしょうね、今食べればいいんかもしれんけど。苦手な理由、多分豚骨ラーメンは多分単純に匂いが苦手なんだと思う、きっと。多分ね、分からんけど。やばい、あと6分だ。まあでもいけますね。爪の当たる音、そう。そう、豚骨ラーメンとかのなんかあの匂いが多分苦手で、ちっちゃい頃とか。まあ、ちっちゃい頃はやっぱほんとちっちゃい頃、ほんとにちっちゃい頃、小学生とかその頃は匂い苦手やし、その頃ねそんなに麺類自体そもそもあんま好きじゃなかった、辛麺とかも好きじゃなかったし、その頃は好きじゃなかったっていうか、まあ、辛麺に関しては存在を知らなかったんですけど、辛麺に出会ったのは高校生です。そのちっちゃい頃からね辛いものを食べているわけではありません。さらもちっちゃい頃はあれすら苦手だったんですよ、キムチすら苦手で、苦手っていうかあの辛いみたいな、辛くて食べれないみたいな感じで、でもなんか焼肉屋さんに行けば毎回そのキムチが出てきて、でなんかそうさらの家がいつも行く焼肉屋さんのキムチがなんかめっちゃ辛いわけじゃなかったんですよ。それでキムチ食べれるようになって、でめっちゃちっちゃい頃、小学生、ほんと小学生の小1とか小2とか分からんけど、めっちゃ幼い頃におばあちゃん家で初めて明太子を食べてみなーって言われて、結構明太子って見た目が異様じゃないですか、普通じゃないっていうかあのなんかブツブツつぶつぶ分からんけど、なんかそういう感じだったので、そういう感じでしたので、うーんと思ったけど、食べてみたらそこで出会った
明太子です。そこで美味しすぎて明太子の美味しさを知って、もうそれから明太子めっちゃ好き。その幼き頃から明太子はずっと好き。味覚って変わったりするじゃないですか。ちっちゃい頃好きやったけど大きくなってあんま好きじゃなくなったとか、ちっちゃい頃嫌いやったけど大きくなって好きになったとか、いろいろあるけど、明太に関してはずっと好き、ずっと好きです。広島来てからもよく食べる。てかなんなら今も冷蔵庫にある。それぐらい福岡の名物。福岡の名物なんかあんま好きなものないんですよ。その暮らしと福岡で生きとったけん、逆にあんま食べる機会なかったっていうのもあるけど、もつ鍋も別にそんな好きじゃないんですよもつ鍋あんまそんなに好きじゃないし、それこそラーメン、豚骨ラーメン、ラーメンもまともに食べたことないし、けど明太、あ、水炊きは好きよ。でも明太子だけは何より好き。あ、やばい、時間がない、喋りよったら。ラストメールを送ります。それ言って大丈夫って、福岡名物。あ、全然大丈夫ですよ、だって好きなものは好きだし。嫌いじゃない、あ、そう、ラーメンは食べたことないけあれやけど、もつはなんかあのもつのあれがちょっと飲み込めない感じが苦手なんですよちゃんと理由はあるっていう、ちゃんとした理由はあるんですよ。2部じゃない、今日4567、あれ今日何時間目やったっけ。2部でいいか。確かにそれだけで名物があるのがすごいよね。福岡ね、美味しい、福岡美味しいものがいっぱいあるんで。うどん、それ言ったらうどんとかも、あ、やばい、ちょっと時間ない、1分黙ります。セーフ、終わりました。モバメ送り終わりました。スケスさん、なんか花束、セリアさん、赤ヘルさんとさ、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ウェドマス元気さん、バラスマイルさん、言ったか、あ、言ってない、言ったか、ありがとうございます。福岡遠征の機会をくださいね。福岡はイベントがないのでね、なかなかないので、呉のお好み焼きは細いうどんを入れます。へえ、初知りです初知りです。それはメール、この配信中に3通送った3通送りました。来月七並べ、あ、そう、来月か6月の七並べがですね、なんか SKE さんとの合同ライブのメンバー争奪戦なんですよ。
STU から8人、SKE さんから8人の計16人がそう出る。なんかめっちゃ久々の七並べイベント。やけんちょっと頑張ろうかなと。やっぱライブの機会もね欲しいし、ライブの機会も欲しいし、SKE さんのファンの方に知ってもらえる機会でもありますし、七並べはね、有料だけじゃないので、ね、できるので、一押しガチャ引いた、全部引いた、何一押しガチャ10回やっけ、最大引いたそう、七並べはそう、もともと好きでやっとるけど、最近っていうか先月とかちょっと忙しくてあんまできんかったけど、今日はじゃない、そう、貯めていた分がね、さあもう地味にねカード強化とかしてたんですよ。何やっけ、育成のやつでやったりしてたので、発揮する時が来たんじゃないかと思って、久々の七並べ。そう、サラのカードあんまり持ってない人はね、今ね一押しガチャがね、サラしか出ないカードのガチャが引けるのでね、ぜひそちらで引いていただいて、サラピのカード持ってないとは言わせません。で、おすすめ、ツイッターのさ、この、あ、全然見えん、おすすめの音楽トレンドのところに、花は誰のものって書いてある。あ、みんな、あ、お話し会のツイートに花は誰のものってつけてるんですねさあ、つけてないや、今日やけんか、つければよかった。切ればよかったぜ。じゃあおすすめのところやけん、多分日本全国のトレンドではないと思うけど、トレンド、なんかおすすめトレンドに出てきた。マジスカさん、ありがとうございます。そうで、七並べイベントに七並べイベントをね頑張ろうと思っております。久々、なんか七並べをめっちゃ、前まではね毎月のようにいっぱい、めっちゃもう21時から22時は絶対みたいな感じでめっちゃ七並べやりよったけど、最近はそうではなかったけん、久々に七並べのやる気スイッチが強まっていますね。数ヶ月ぶりに開いたぜひ開いてください。ガチります、もちろんガチります。そう、いつも12位、その全体の12位とか13位とかその辺にいるので、その吉田沙羅がランキングで8位以内なので入ってれるのが、でも今までのイベント、七並べイベント、今までガチりますって言ったやつは一応全部ねありがたく入れているので、今回もね8位以内目指してね頑張りたいと思います。好きでやってるので楽しみです、それは嬉しいですね。
毎月七並べ頑張ってますって、ありがとうございます。さあちゃん本気ですかって、本気ですよ本気ですよ。そう、王冠がねついたことがないんですよまだ。行って1400何か1500がねなかなか行かないんですよね。対戦したら忖度しますね。そうですね、お願いします別にどっちでもいいけど、サラカードやったらしなくていいけど、サラカードじゃない時はしてください。最近だと切手、そうね、切手イベント、いや切手売られたのが遅かっただけで、あれかもしれん、なんやっけあれです、愛媛旅ではない、いい歌旅。メンバーがたくさんやったらポイント高いとか今回もあるのかなって、どうなんやろ。でもメンバーランキングはないんじゃない、あ、メンバーランキングはないけどメンバー本人がやった分もポイント入るんかな。でもでもやっぱそれだけで入れるのはちょっと切ないので自分でもうもちろん頑張るけど、自分でやった分だけで入れてもちょっとそれちょっと辛いので、ぜひ皆さん一緒によろしくお願いします。合わせる時間も増やすし、来月は今月よりも。さやまっちゃさんありがとうございます。そう、さらいろんなカードを覚醒させるのを今までメインでやってたんですよ。あんまり強化するっていうよりは覚醒させるのをメインでやっとったけど、でも覚醒してもあんまなんか寄りにならなくなったじゃないですか。なんかこんなやつからこんなやつに前はなりよったけど、最近のカードそうならなくなったので、なんかちょっともうそれがそうじゃなくなったけんいいやと思って、覚醒にあんまり力を入れてない。サラはもうカード強化に力を入れてます一押し設定吉田さんにして並べます、よろしくお願いします。そう、アップにならなくなった、ちゃんと今月は一押しが全部引きました。そしたら今ね100位ギリギリのとこにいるんですよ今月。最近あ、やばい、いつまで、明日までか、7並べ、え、明後日か、しあさって、今月何日まであるっけ、あ、今月31日まであるんか、じゃあまだですね。100位以内のカードを覚醒させてもメッセージでなくなった確かにそう考えたら確かに、あらあら本当だ、確かにね。コインありましたよ、コインはあったんですけど、一応そう、一応並べてはいるんですよ一応ね、合わせてなくてもたまに暇があったら七並べやったりしてるんですよ。サワが携帯の中に入っているゲームは、やっているゲームは七並べだけです。そうで、なんかサラのランキングの中で3位以内、そのサラのランキングのトップ3、いつもだったらチェキがもらえる、チェキもらえるか今回は、そのトップ3の人がその特別ライブのアリーナ特等席のチケットがもらえるらしいです。トップ3がなので、サラはそこは邪魔せずに4位狙いでいきます。自分の中のね、自分の中の4位、吉田サラを狙っていきます。そう、トップ3がなんか特等席もらえるらしいんで頑張ってください頑張ってください。覚醒より昔のカードを強化してる、全然昔のカードを謝らなくていいです、全然いいですよ。いつも通りチェキももらえるかなって、もらえるでしょ、それはもらえるでしょ。特等席がもらえるらしいです
SKE さんと合同なら SKE さんの衣装を着る可能性あり。どうなんでしょうね。内容とか何も全然知らないので、みんなと同じことしか知らんけん、あれやけど、分からんけど、まあなくはないんじゃない。ありそうよね。メンバー省くんじゃないのって。まあどっちにしろ省かれるけど、なんかメンバーがトップ3、本人がトップ3におるよりも、やっぱね、そこはファンの人にいていただいて、その次ぐらいに頑張ってるぐらいがやっぱいいじゃないですか。まあメンバー1位もいいけど、メンバー1位それはそれでちょっと辛いので、繰り上げみたいな感じにはなるとは思うけど、さらに4位狙いでいきます。8位以内に入ったメンバーのトップ3、まあそれはそうじゃない、だって入ってないやつは入ってない、メンバーそのメンバーがそのライブにいないから、そうだと思います。かける8、うん、3×24や、うん、24名やけん、そうだと思います。サラピア対象外でしょって、いやそりゃそうよ、そりゃそうそりゃそうやけど、それはそうですけど、メンバーが頑張るのもいいけど、やっぱ一緒に頑張らないと、メンバー本人だけが頑張っても辛いじゃないですか。それで入って出れてもちょっと辛いので、そこ狙いでいきます。そう、衣装とかはどうでしょうね。まあ内容はまあそれはまだ、もちろんまだですが、まだですが、まだですが、衣装、まあそういう機会もあるかもしれないですね。そう、2期生が入ってからは他のグループの人とのあれとかがない、合同とかがあんまないので、お洋服かわいい、そう、この服かわいいんです、出たいですね。サラピが3位以内に入らないように頑張りますって、ありがとうございます。サラピが SKE の衣装着てるみたいにね、どうなんでしょうね。でもそういうのありそうやけどね、せっかくのコラボだし、コラボっていうか合同だし、時間合わせしないときも並べてねって、もちろんもちろんです。まあ何はともあれ何はともあれ調べ頑張りたいと思います。ごめんねサマー聞きたいって、それは熱いですね、それはお熱い、ごめんねサマー、それはご熱い、ご熱い、ご熱いことですね。2期生のツアーぶりのごめんねサマー熱い、それはそれをご本家様と言われたら熱いですね。本気のサラピと対戦できるのが一番だ。いやいや、サラはいつもね、七並べ結構本気ですよいつでも、別にイベント期間じゃなくても本気で戦ってます。その髪自分でしたの？そう、今日自分でした。なんかね、うまくいった、くるリンパヘア。ね、昇格ツアー思い出す、時期的に夏かなって。何が？あ、そのコンサートが。いやー、どうでしょうね。まあでもこのイベントが6月から7月、うん、6月分やけん夏ではなさそう、冬とかじゃない。
合同でやるってなったらその合同レッスンとかがあるってことでしょ。振り入れというか振り合わせとかそういうのもあるってなったらちょっと先になりそう。アイコン出た。そうさ、もうコインなくなったんですよね。一押しガチャ引きまくったけん。コインもない。めっちゃ引いた。めっちゃ引いたのでないです。対番式？あ、そういうこと？え？え？そういうこと？え？いやでも一緒合同合同ライブって言ったら。しかも88の16人って言ったら一緒って期待してしまいませんか。さすがにそれはさすがに STU8 人出て SKE さん8人出るではないでしょ。さすがにそれは合同ライブとは言わん。ほらほら、一緒にって書いてあるよ。STU メンバー8名、SKE メンバー8名の合わせて16名が一緒にライブ出演やけん。ちちち、一緒、対話はないのでご安心ください。一緒に出ることに意味がある。そしたらなんか、サステナブルの時かな、 AKB 一緒に、いや一緒にライブ出演やけん一緒に踊るとは書いてないよって言うけど、一緒にライブ出演なのに一緒に踊らんかったらそれは一緒にって言わないので一緒に出ます。勝手にサラが決める。いや一緒に出ます。だってそれじゃ出演って書いてあるから一緒にだから、いやさすがに一緒にでしょ。何の話だったっけ。あ、そう、なんかそのサステナブルの時とかに AKB さんがと STU が一緒にやってたじゃないですか。あの善悪一緒にやって、なんかその前の善悪のライブとかも一緒にやっとったけん、そう、それまあ入る前、ギリギリ入る前やったけん参加はしてないんですけど、そういうのが劇的に羨ましかったので今回はもう出る気満々で七並べ頑張りたいと思います。ガチりたいと思います。PR 舞台の悔しさも七並べに打ち込みたいと思います。ね、めっちゃあれよかった。もう一回してほしいですね、コロナ落ち着いたら。AKB さんとのやつ、しかもなんか七並べは割とそのメンバーの中でもうその普段からその七並べがさ、イベント始まる前、コロナ前まではイベントとかなかったじゃないですか。別に七並べ CM はあったけど、
そうじゃない時から七並べは結構やってたので、やっぱそこはね負けたくない意地がありますね普段からやってるし、負けてたまるものかっていうちょっとそういうあれがあるのでやらせていただきます。そう、もし AKB さんドボンそうドボンとやる可能性ももしかしたらあるわけじゃないですか。こうやって今回 SKE さんとのねこの合同ライブがあるなら AKB さんのあの AKB さんのドボンとやる可能性もあるわけじゃないですか。もしドボンとやる機会があったら、まあ小栗、私の推しメンである小栗ゆい様はまあきっと入るんじゃなかろうかと思うので、ドボンご存知って入れてますよ。まあそんないっぱい全然あんまちょっと最近あんまひ やれてない七並べで精いっぱいなんであれなんですけど、もしそういう機会があったらもう私は寝ませんあの12時から5時の間しか寝ません。もう朝5時からやります。もう1秒たりとも無駄にできない、もう七並べとの生活になるぐらいやりますあのね、今回はさすがに寝るのは寝るけど、でもそれ今回も、うん、今回も絶対入る気持ちしますし、もしその AKB さんの時が来るかもしれないので、あの早めに意気込みを言っとくんですけど、もしそんな日が来たらもう意地でも起きてやりますやります。いやもうみんなに、そうねもうサラ吉田みんながどんなに頑張ってくれても1位になれんぐらい、サラが1位に、あの何そう吉田サラ順位の中でサラが1位になるぐらいめっちゃガチりますもうハートフル活用してします。まあ気持ちはそれぐらいの気持ちで今回もやりますよ6月やりますよ。そうハートは無限なんでね、コインとかはもらえんけどハートは無限なんで、無限のハートを。そうなんかもう優しくなれない、もうパスフル活用してでも1位になってやるって感じ1位で上がってやるって思う。でも今回はもうそれはそれぐらいの気持ちですよ。もうパスみんながピンチピンチピンチってなってもパスし続けてし続けてでも1位に なります。イベント期間はすみませんがすみませんが、そういうもう別にイベントじゃない時はもうあんまパス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 やって勝つのはちょっと申し訳ない気持ちになるけん、あのまあいいやと思って出すんですけど、そうじゃない時はあのもうイベント期間はいかに意地悪くなるかいかに意地悪くなるかなのでその気持ちで6月はやらせていただきますので、ぜひ皆さんもあの今一押しガチャ引けるのでね、一押しガチャいっぱい引いて、いっぱい引けるコインがないかもしれないですけどいっぱい引いて、ぜひよろしくお願いします。そうなのでみんなにも言っておきます、優しくなっちゃダメですよ。七並べはね優しくなると負けるんですよまあ出してあげようとかって思ってパスしたら勝てるとこを出してあげたりすると負けちゃうんで、もう意地悪くなってやってください。6月はあの皿押しの人やったらまあ負けてもいいじゃないですか、別にどっちが1位になっても2位になっても別にいいけど、皿押しじゃない人
はにはもう意地悪モード全開で意地悪モード全開でやってください。仮にそれはもう他のメンバーと当たってもそうです。そう、多分他推しの人はあれなのでね、そう意地悪モードでやってください。そんな、はい意地悪モードでよろしくお願いします。ね、最近七並べイベントとかなかったけんさ、ゆるーくやっとったけど、やっぱガチ勢になるのは楽しいですね。七並べ、そう今回も頑張りますよ。まあそう、ドボン AKB さんとの時ももしあったらサラは寝らずにやるけど、今回もそれぐらい寝るけどね、寝るけど、それ今回もそれぐらいの気持ちで、あのやれる時にやります。仕事の合間とかにもやります。もしかしたら配信中でもやってるかもしれません。6月はちょっと順位のヤバさによっては、でもスタートダッシュが大事って最近学んだので、5月31日の14時からバンバンやりますバンバンやります。なので皆さんも最初からやってください。視力が悪くなろうともやります。あ、16時ですね。16時になった瞬間から開いてやるんです。そらもう6月は21時から22時の間はもう携帯にあのひっつきます。なのでメールが21時までにもう送り終わってるかもしれんもうやります。懐かしい、なんかあの、ね、イベントやっとった頃、何やっとった、ラニラニかな、ラニラニのメンバーの時、そう七並べのイベントの時とかをもう21時から22時はもうずっと七並べ、もうずっともう LINE も返さんし来た連絡 LINE も返さんし、あのもうメールも下書き書いといて、もう秒で送れるぐらいにしてみたいな感じで、もうめっちゃやってました。懐かしい、最近イベントがなかったからね。そうさ、ゲーマーではないんですよ、全然ゲームアプリ自体入れてない。七並べとドボンしか入ってないしか入ってないけど、七並べぐらいなので、七並べがちります、七並べがちりますっていう報告でした。そう、別にね、あの何、有料会員じゃない人でも CM 見ればもらえるし、そうね、お父さんとお母さんはやっとるんかな、家族にも七並べしてって言います最近多分やってないであろう友達にも七並べしてって言っておきます。ドライブは STU のアプリじゃないので、 STU がコラボする時があればやりますけど、もう STU のねアプリではないのでね、レッドクイーンしか勝たんです。そう、でもサラの家族はやっててもそんなあのそんな母ピママピパパピ姉ピとかそんな名前でやらないのでやらないので、もしそんな人に当たったとしても偽物です
偽物ですのでよろしくお願いします。そう、嘘なんで絶対違うのでそんな名前ではやらないので違います。なんだその吉田沙羅の兄はそんな有名だったんですか。吉田沙羅七並べ界隈でそんなに有名だったんですか。そもそも沙羅は現実的に兄はいませんので。なりすましにも慣れてない、勝手に言っとるだけ。それはもうなりすましでもない、だってそもそもおらんけんさそもそもおらんけん全然なりすましでもないですね。ただの想像もしくは妄想。でも七並べってね結構当たる人の名前を覚えるよね。サラも別に皿押しじゃなくてもよく当たる人とかは七並べで名前覚えたりする。勝手に人のメン、あの他のメンバーのファンの人勝手に覚えてしまったりするあの勝手に、ああ誰々誰々推しの誰々さんねみたいな勝手に分かったりする。そう七並べのねお話し会あった時も結構あのああみたいな感じになったもん。七並べのお話からはね、七並べを頑張っとる、もう頑張っとる中でも頑張っとる人とかが特に当たっとったけん、特にですね。ここ数ヶ月で当たったのサラだけ？そう、サラ意外とやってるんですよ。あの別にメールとかで時間合わせてなくてもあの七並べあの意外とやってるんです。ちま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 ちょこちょこやってます。そう誰のカードかちゃんと見てますよ。しかもなんか最近拡大できるようになったし、カードポンポンポンって拡大してみたりする遠かったら誰かわからなかったりするけど拡大できるようになったんでね、便利なことに。サラピのお兄ちゃんは愛こじ推しだけどね。あなたですか、吉田沙羅の兄を妄想で偽っていたのは。そう不意に当たる、そうよ意外とやってる、意外とやってますよ。え、そうでかくなるようになったんですよ。なんかカードを押したらカードがちょっと大きくえ、みんな気づいてない、嘘。なんかあの対戦相手のカードをポンと押したらそのカードがちょっと拡大されるようになったんですよ。なんか先月なんか割と最近対戦中に。そうそう、お知らせに出とった。そうなんだ。そう、なんか拡大されるようになった。自分がまだ持ってない時のカードを持ってる人とかがおったら、あこんな顔なんだ、こんな写りなんだって拡大して見れる。っていうわけでね、もう今日は喋り疲れたのでそろそろ配信終わりたいと思います。もう喉がカラカラになってきた。明日もねお話し会なんでね、明日そう
珍しくお話し会一番最初がツーショットなんですよね。一番最初がツーショットです。ではランキング見たいと思います。今のところ声は大丈夫ですが、いつもショールームはこんなに声を張って喋ってないので、ちょっとまあって感じです。これなんて読むの、もくもくさん。48位もこもこさん、もくもくさん。24位ほこさん。13位中野さん。32位たくん。11位ありがとうございます。30位たけおさん。9位ピロシさん。8位スマイルさん。7位ギータさん。6位いとちゃん。5位おいでます元気さん。4位すけさん。3位ゆうちゃん。2位あさかさん。1位赤色サンタさん。ありがとうございました。それでは明日はね、3時間目にツーショットん?3時間目にツーショットで、4、6、7、8時間目とありますので、ぜひ来れる方はよろしくお願いします。竹尾さんありがとうございます。どれぐらいかな、なんかあったっけ他に。最近ね、お知らせ系をちゃんとお知らせしてるんですよ。いつものことやけど、お知らせ系をね、教え頑張っちゃんとやってるので、なんかあったっけ。大丈夫です大丈夫です。それでは終わりたいと思います。では終わります。バイバーイ。